乃木坂46が5月11日から12日の2日間、東京ドームにて3期生、山下美月の卒業公演、乃木坂46山下美月卒業コンサートを開催。2日目のアンコールでは、山下が約13分間にわたるスピーチで思いを伝えた。山下美月、家族への感謝語るアンコールで山下は、純白のドレス姿でステージに登場、メンバーには本編中に感謝の気持ちを伝えることができたと思うので、今からは私を支えてくださったいろんな方にちゃんと感謝の気持ちを伝えたいなと思いますと切り出し、家族やスタッフ、ファンへ向けて思いを伝えた。今日はお父さんとお母さんも見に来てくれててと明かした山下は、お父さんは本当にめちゃくちゃライブとかファッションショーとかフェスとか、乃木坂のライブ以外も本当に全部館に来てくれてて。ツアーも全地方、大阪2公演だったら2公演とも一緒に回ってくれて、全公演入るからって言ってくれて、そんなに瀬戸利も変わらないしいいよって言っていたんですけど、毎年来てくれましたと父が近くで活動を支えてくれていたことを告白。母については、メンタル的にしんどい時とか、潰れそうな時に、優しく包み込んでくれて、本当にお母さんのおかげで心が折れずにアイドルを続けてこれたなって思いますと話し、お母さんはあんまり人混みが苦手らしくて今までライブとかはそんな頻繁には来ていなかったんですけど、今日は来てくれたので、でも配信は毎回絶対に見てくれたので、本当に家族にも愛されて、一人っ子だったけど全然寂しくなかったです。ありがとうございますと感謝を語った。一人の人間としてはめちゃくちゃ脆くて、弱かった。また、一番に感謝を伝えたいのはファンの皆さんです。そも話した山下は、ファンが自信をくれたと明かし、体調がちょっと優れなくてもライブでステージに立てばキラキラ歌って踊ることができたし、もうダメかもしれないって思った時もブログのコメントとか今までいただいたファンの皆さんからのお手紙とか、たくさん見返していた、と解雇。こうやって私のことを支えてくださる皆さんがいるから、私が弱音吐いてちゃダメだって、皆さんのおかげで強くなることができましたとファンの言葉で成長できたことを伝えた。その上で、アイドルとしての私はきっと多分、自分で言うのもなんだけどすごく強かったと思うし。でも、一人の人間としてはめちゃくちゃ脆くて、弱かったと思うと本音もとろ、また皆さんにお会いする機会も絶対に作るし、皆さんが安心して応援できるような存在にこれからもあり続けたいなって思うので、どうかこれからもずっと見守ってくださったら嬉しいです。よろしくお願いしますと呼びかけた。山下美月、生まれ変わっても絶対アイドルになりたい。最後には、アイドルはめちゃくちゃ良い仕事だし、本当に私にとっては救いでした。アイドルになれたから私は今まで生きてこれたと思うし、誰かの希望になれたらいいなと思って毎日頑張っていましたと、アイドル、という職業への思いを明かした山下。実際には希望になれていたかはわからないけど、でも、こうやって卒業コンサートにこんなにもたくさんの方が来てくださっていう事実だけで、私は8年間諦めずに毎日毎日、あともうちょっと、あともうちょっとってここまで走ってこれて本当に良かったなと思いますと続け私は生まれ変わっても絶対アイドルになりたいです。そしてまた皆さんとも絶対に会いたいし、皆さんが私のことをアイドルにしてくれたので、また来世も皆さんが私のことをアイドルにしてください。出会ってくれて本当にありがとうございましたと涙ながらに感謝を伝えた。